番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。水曜10時は、はい、NPO おいでやす。俺のここめっちゃ空いてない。だってこれは今日はゲストがいるからね。はい、こうか、うん、ということでこんばんは、はい、LP ストリートが送る水曜10時 LP おいでやす始まりました、はい、司会進行してますのは私 LP ストリートのジュライと、DJ 兼トラックメーカーのタウルスと、DJ 兼サイドキック兼神様のショッツです。いる神様いるやろ。はい、そんな感じでエルケストリート、本日も水曜10時でエルケおいでやんすをお届けするんやけど、うん、あのさ、先々週からさ、まるまる妻とさ、残念な夫が始まってさ、明らかにコメント減ってんの気づいてた。気づいてた気づいてた気づいてたよ。みんなが、バトってるところでかすぎ。でかすぎる。みんな、それは録画してな。はい、うん、そうやな、うん、はい。ほんでね、ちょっと今日は、ゲストがちゃんと来てるので、はい、ゆっくりそこから喋りたいんやけど、先にちょっとエルクごと の、うん、あのお知らせとしては、ツイッター、フェイスブックなどでは言ってたんですけど、あのショールームの、ショールームね、公式になりました。ありがとうございます。って言っても私まで自分で配信したことが一度もなくて、全然使い方が分かってないけど、なんかツイキャスみたいなやつでショールームでなんかあんな感じでみんなが見れるよね。でなんかエルクオイディアンスも今ちょっとまた準備が出てきてないみたいな。これ今日配信してる今ナイトチューブアカウントは。あ、なんか今ナイトチューブアカウントのショールームの方でも今このエルクオイディアンスがミラーで放送されてるらしくて、エルクオイディアンスも今度からエルクアカウントでショールームの方でも配信しようと思って、ちょっとあの今研究中なので、はい、少々お待ちください。お待ちください。なんかいろんな出てきたな。出てきた。ジュライズマって。ジュライズマ。私結婚願望ないねん、でも。ショッツズマもあるけど。なんでやねん、はい。ショッツが奥さんやったら、めっちゃめっちゃ尽くしてくれそうよな。もう毎日なんか料理作ってるね。うん、作ってくれそう。ショッツみたいなお手伝いさんが欲しいな、私。なあそれ、三田さんみたいな。そうそうそう、承知しました。何それ、もういい。もうええよ、そんな笑いこらえねえ。今日ゲスト呼んでるから。もう さっき私らだけでさ喋ってもしゃあないからさ、パッパって言って。しゃあない。なんか言いたことある？ここの流れで降ってくの俺に。特にないけど。いや、だゲスト出てきたらさ、どんどんもっと喋られへんくなるからさ、今のうちにさ。なんで喋られへんくなる。いや、おはようだ。あ、もう、おはよう。じゃあ、エルクオープニングの後は、今日はトリプルサビルソードが来てるんだぜ。はい、ちょっと待っててねー。はーい、どうも。ショールームで星を投げたら何の効果があるか私もまだ分かってません。レベルが上がるんです。レベルがその人の、私らのじゃあアバターのレベルとうちのその部屋のレベルも、あのツイキャスのお金みたいなやつ。そうショールームってやつよう分かってないけど、そうそうそう、ショールームはあのあれこの前見てた、アメブロのフィグみたいなのがみんな見てんねん。そう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 、キャラクターがふわっとったやつやろ。そうもう早く呼んでほしかったからみんな。はい、じゃあ、はい、ツーマンも一緒にやったトリプルセブンソウル。お待たせ。来たでやんす。おばんです。来たでやんす。いらっしゃい。なんかもうこれ見てもなかなか見慣れたな。お前な、いつもの光景ですわ。じゃあ右からどうぞ名前。あ、ショッツです。神様です。あ、あやです。あけみです。え、アケミって何？アケミちゃん。あやで。仲間やらせますよ。ジュライです。私はついてない OL です。全然何のことか分からない。これ言うて。です。お代官様役です。はい、レイです。お奉行役やってます。やってます。継続中や。ナレーションです。そうや。は
はい、というのはツーマンライブでね、はい、あの今回は曲と曲の間に寸劇を挟むっていう形でお送りしたツーマンライブ、まだ終わって3日目のほやほやけど、そうね、まだ3日しか経ってない、そうやってもうなんかやりきった感じでなんかなんかなよすぐ現実モードが来てる一瞬ね。でもとりあえずさ、来てない人も多いと思うので、ね、あの写真でとりあえず、うん、ツーマンライブを軽く振り返ってみたいと思います。写真どうぞどうぞ。これ俺やな、これオープニング。そう、オープニングのこれ SFB の時間かな。そう、 SFB これちょっと見にくかったけど、これ左上に俺、ね、あそこの上に立ってるのは俺ね。あ、右上スライムガーデン。で、その後にジョニーが、うん、ジョニーさん、ジョー君立って、楽しかったって見てくれ、あれやねんな。で、こっから本番これ、はい、あれ、ぐんちゃんのオープニングかな。ぐんちゃんもオープニングやってくれたやん。で、これがしょっちの神様から始まり、彼氏にブチギレる私。うわっすね、あちゃー言うてる。で、これがあのうわ、キモーめっちゃおもろかったね。うわ、面白かったな。さっきあんな笑顔やったのに俺めっちゃ怒ってるやん。で、か、からの OMG。 もうなんか珍しいね、この3人いいな。OMG で、これあの、何言っちゃってんのとかね、これね、いつもの2人。あっちに見えてるのかな、これはもうあれやな、俺らのショーケースやな。そうそう、メイリースマイルで歌ってるんだけど、トリプルセブンソウルショーケース。そう、今回はね、あの大阪がエルクからやったからね、東京はとトリプルセブンソウルから。かわいい、うん、なんかミッキーっぽいな、これな。うまい、やっぱ合わせにいってる。悪そうやけどミッキー松田優作みたいな。メガネだけやろ。これ分かってくれる人。そうそうそう、あ、でこれがエルクやね、次ね。愛だよな、これ、うん、エルクは愛だっていう新曲から始めました。なんか新曲やってんな、あれ最初。新曲、新曲、これ聞いたことないわと思って。てか1曲目に新曲持ってきたのはいいけど、めっちゃそのせいで緊張してしまったっていう自分で。もう心臓口から出そうやったね。これジュライさん顔見たら緊張してる感ありますね、うん、あるやろ。あるある。で、2曲目底上げぐらいでようやくこうで、この3曲目のアイズブラックと岡潤とのオレンジノイズも緊張した。パンさんの隠し撮り、パン様がとにかく写真がなくてさ、遠いから。あ、タックマンとこれはめっちゃ切ってるけど、これはさ遠いから写真ないけど、自分自撮りばっかしてめっちゃ気持ち悪い。それはやばいしね。あーと、これまだ仕事せえやな、ね、タックマン。そう、アイズブラックとね、ジャンキーポップ3月29日にツーマンライブあるらしいので、そちらもチェックしてね。DJ 回してくれないか。そう、DJ 回してくれないか、今やな。かっこいいから、うん、これなんか踊ってる人みたいじゃない。もうそう、ダンサーみたいになってるわ。これ何してるのこれ。あ、ショッツマン出てきてる。これ PR やな。 PR やな。これはショッツマンとポテトとレイの3人の曲ですね、うん、私この写真めっちゃ好きやね、これ良くない？かっこいいやこれ、あっち行こう。ね、もういかつすぎひん、あの3人。いや、男臭さ半端ないわ。半端ないわ。ダイアピー出てきて、トリプルセブンソロの時間で、はい、で、またエルクで、ゴリゴリのエルクが今回、次、ワーで、ワーの新曲、ゴエモンがあってんけど、そのゴエモン前に、ゴエモンの寸劇を挟んでんな。で、ゴエモンの寸劇ってか、ただのコントみたいに結果的にはなったけど、うん、これ岡潤とアゲハ歌ったの、私の中でめっちゃ感無量やったわ、久しぶりで。めっちゃ笑顔。そう、笑顔してる。いやー、これなんか岡潤も楽しんでたやろなと思って写真見て、うん、楽しそうだった。一緒に歌うのが4年ぶりぐらいやってさ、私、めっちゃ無理ですね、岡潤と同じステージで。だからなんかすごい懐かしかった。コメントずっと止まってるけど、泣き泣き泣き、みんな見てるやん多分。そう、これね、エロいな。ダメよダメダメ、チコよれなんかね。これもう安すぎるやん。ね、この人数書きね、あのレイポンの汚名返上のために言っとくけど、私が書きましたからね。そう、これレイポンじゃないからね。これは新曲ゴエモンやね、私とショッツの掛け合い。そうそう、ゴエモン出た。え、何が出たの？さっきのゴエモンです。ああ、ゴエモンな。で、ゴエモンやって。ですげえな、この和服ね、頭も咲いてるもんね。頭はな、作ってくれてん友達が。これ私のあの、しがない OL の演技やね。これさ、家帰って反省会するために動画見てんけど、これなめっちゃ、うん、女優っぽい、ね、女優っぽい。いや、ちゃんと演技してんねんけど、私めっちゃしててんけど、髪の毛金髪やし、化粧濃くて全然 OL に見えないからさ。それはまあ、そう、
そう、東京やね、これ東京ね、あの初今回にヒロコの動画があって、その動画の前で歌わせてもらいました。あっちのコメント止まってるわ。では、なんかあのミッキー帽かぶって歌ったんでしたっけ、あの大阪の時の。そこで、あれもう爆笑だった裏で。前やんけどんだけ浮かれとんねんみたいな。で、大阪も東京も来てくれた人いるしな。そう、そう、そうだ、両方来てくれる人がいるからこそ、うん、これ一緒に衣装で出られへんなと思って、前日まで衣装悩んだ。変えようって内容を変えすぎやな、全く別のものに。だから同じ歌が同じ歌じゃないみたいな。あ、そう、タイムイズマネーとかももうほんま6年ぶりぐらいの歌って、すごい楽しかった。ショールーム声は、あ、ハウルから戻ってきたか。あ、そうなんや、ショールーム声ハウルやん。これあかんやん、これあかんやん。これな、これあれもう終わってんのに演技みたいなやつだね。ラッキーガール、ラッキーガール、ラッキーガール、なっちゃん、あ、いろんな人が来てくれて、いっぱい写真がありますが、ジェライさん、これただのあられちゃんですけどね。あられちゃん本物ですけどね。なっちゃんの先輩やん。そう、あられちゃん、これででもニューエラーやねんで、このキャップ、こう見えて、うん、これいいっすよね。うん、いいな、外し心あられって書いてあるところ。そう、でも今回遠方から来てくれた方が多かったよね。多かったね、うん、たかちゃん、ちょっとたかちゃん映ってる。そうやね、うん、大阪、京都、名古屋、うん、あとエルクエオイデアンスを見て、うん、あの一人やけどどうしても参戦したくてって言って名古屋から来てくれた人とか、ね、もうめっちゃ嬉しい、うん、だってそのオイデアンスしか見てないから、うわ、すごい嬉しかった。ラブラブ、ミサキング、ラブラブやな。楽屋これ楽屋、あ、低いか、これ本番前っすね。なんか見た顔がいっぱいある、ね、目の前におる。このレイなんか可愛すぎちゃう。可愛い、可愛い、子供バージョン。これで子供ですけど、終わってから物販の、物販のこれな、あられちゃんから。あ、これ契約のやつや。あ、そう、これ契約、これあの、おかじゅん、あ、そうそう、あのショールームでこれね、和物の時786人が800人ほど、うちらのライブみんな見てくれたみたいで、だから来てない人も生放送でショールームしてくれてたらしくて、結構いろんな人が見届けてくれてて、ありがとうございます。でさっきの契約っていうのは、あの日におかじゅんとジョー君と私とタイムイズマネーを久々に歌ってんけど、それが楽しすぎたんで、3人でまたタイムイズマネー2015を作ろうっていう契約の写真。なるほどね。あ、EDM かなんかで作んね。そう、じゃあ、あのなんか岡潤が、いや俺 EDM じゃないと嫌やなって言ったから、じゃあ EDM にラップ乗せようってなって。なるほど、あ、EDM からのダブステップみたいな感じだよな。そう、に多分なります。はい、って感じで、今日はあの Q&A も私たち6人にいろいろ来ていたので、はい、うん、とりあえず Q&A を出してもらって、うん、それの受け答えという感じで、あ、来たね、はい、Q&A1、水面ライブお疲れ様です。ショールーム見てます、ショールーム見てました、ありがとう。とオイディアンスはショールームで配信しないんですか。あ、今さっき言ってたとこやけど、そうや、ね、多分します、するけど、うん、なんかもう一台いるね、なんかそこは多分もう多分できるから、エルクアカウントで来週からはやろうかなとは。あ、じゃあ来週からショールームの方でもミラー配信するので、はい、どっちでも見てください、見てください、はい、じゃあ Q&A2 問目、2問目どうぞ。キュアゼンに、うん、この間のツーマン参戦しました、ありがとうございます。実は皆さんが心で思ってる自分的ミスの問題があったら教えてください。怖いなこれ。とにかく楽しかったです、またツーマンやってください。思ってる自分的ミス知ってて言わなあかんの、ここで内緒にしてんのに、俺パーフェクトやったからな。俺は完全に PR の歌詞を間違えたっていう歌詞。ああいや、てかまあそれで言ったら俺も PPR やね。PR なんか俺もびっくりしたからな。俺もあの間違い結構リハとかではするんやけど俺1回も間違えたから1個早く入ってるの。私あの時ちょうどあのエルックのオレンジノイズ終わって自分が帰るときに PR 始まって歌い始めたと思って歌ったら、あ、間違った俺って言って、あ、リズムに入ったんやって、リズムに乗せて、あ、間違えた。いやでもそれがいいよな、でもラッパーでフリースタイルできるやん、いきなり、うん、俺間違えたらテンパって多分あのまま全部飛んでいやもう焦ったわあれ。しかもあそこのメロディー
ずっと一緒やあそこそこ、ね、分からへんくなるよな、うん、そう俺結構歌詞飛ばす方やね普段、うん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 、でも今回ツーマン歌詞飛んだかな飛んでないと思うねんな飛んでない、うん、多分私1曲目の新曲間違えたなあ、そう、うん、あのサビが2回繰り返しやけど1個目のサビを何回も歌った何回ここ歌うんやろ私と思って、じゃあなんかさ歌詞とかってさ例えば2番の歌詞を途中で1番で歌ってしまったりしたら、うん、そっから全部2番になるよなるし、たまにこうちょっとふわりがさ音のあノリが違うように乗ってるしとかやったら2番で歌ったらもう入られへん時とかないとかで、もうだからその時はザーって歌って2番、俺ら3人やん言うたら、うん、うちら今1人が多いけど、うん、ツーマンサイドキックやけどさ、うん、例えば俺の前がアヤで、うん、アヤパートでアヤが例えば間違えたら俺も間違えた続きしか歌えへんくなる。わかる。それもずいな。私もだってお母さんおった時2人でこの曲2番しかほぼ歌ってなくないっていうぐらい2番ばっかり歌ってまう曲とかあった。自分で作ったくせに、うん、なんかやたらそっちしか出てこないっていう。うん、てか絶対思い出されへん歌詞ってないたまに自分が書いたくせに何やったっけみたいな。あれでもすごくない？結構毎回飛ばすところとかってさ。うん、あの結構決まってきたりするやん、決まってくる、でそれ来るまで、なんでなんやろね、それ来るまでさ歌ってるけちゃんとした歌詞歌ってるけど、うん、その歌詞を何やったっけって思いながら歌ってるやん、うん、それってめっちゃすごくない？頭の中でページ必死に見てくるわけないこうやってそうそうそうでギリギリまで出てこんくてもう無理と思ったら出てくる場合とか、今回それだったわ、バラードめっちゃ怖かった、バラードは怖いな、バラードは怖いな、あっち泣いたふりしたことあるからね、バラードさんこれは感極まったことでしょ、あ俺もあるわ、スマホって抜けたやん、怖いよ、ほんまに何にも思い出せへんかった、これ何の歌ぐらいになって、それはある、もう今度からなんか泣き出したらもうフリやであるけど、いやほんまほんま、あれ間違えたんだ、それ1回だけやからね、もうジュレンさん今後本当に泣いてもそう思われっすしくって言うんじゃなかった俺ライブではないけど結婚式の余興で飛んで泣いたふりした最悪やなそれさ限られてくんじゃん、基本俺泣かへん、誰の結婚式行っても泣くこともないし、基本人前で涙見せへんのに、ロボだもん、ロボじゃないと泣くんだってないね、私よく泣く、私よく泣く、私涙もろ、いやエルク涙もろいよな、うん、嘘、タオルス涙もろい、タオちゃん、タオちゃん、タオルス泣いたら見たことから自分ごとでは泣けへんけど、えでもなんか言ってたよ、テレビとか映画とかめっちゃ泣かされてる、あれ何やったっけ、毎回やば、毎回泣いてたって、なんかフジテレビ50周年記念がめっちゃ強そうさっきでもあってんけど、あの一番間違えたらあの困るのはタウさんよな、うん、俺は間違えたもん、ほんでまた間違えたの、今回あのタイムイズマネー俺入るの忘れとった、入られへんかった、ああサビ入れるの忘れると思って、そうそう、でもさ DJ、 俺らでこそさ DJ がどんな仕事してるかってまだ分かる方やん、やってる、でも普通の人 DJ の機材も何も見たことなくて、何 DJ が何してるか分からへん人ってあの難しさ分からへんわ、分からへんわ、でもタウルスがエルクに入ったばっかの時、一回スイートベイビーかなんか歌ってる時、もう一番歌いだし4小節ぐらいで音ガーンって全部止まって、私最後までアカペラで歌ったことある、もう終わらした、もうタウルス全然戻すけえへんやった、その時はもうタウルさん泣いたふりやろ泣いてる、どこで極まってんか泣いてる、皿こすって泣くってどういうことですか、なぜんじょうとなーそっちそれで理由が、それであの理由がエルクってさ、あの和服着てるから、和服の袖であのボリュームガンって落ちて、なるほどね、じゃあボリュームガンって落ちたんやったら分からないけど、あの基本俺真ん中に設定してるわけよ、で両サイドやってるけど端にバーンと当たってて、あそれ気づかない、分からんよな、たまに忘れるよな、あれへえと思って、 DJ あるあるやな、頭の中ではめっちゃムカついてるわけ、私はあいつ音とんがらないと黙ってるけど、しかもしょっぱなの初めてのミスやからね、もうテンパってるよ、めっちゃニコニコしてスイートベイビー最後まで、あのこれは演出よみたいな顔して歌ったけど、もう最後もう大喧嘩やろ、帰ってからちょっとあれはどういうことみたいな、だからそこで泣くことになった、それを思って泣いててんの、もう今後で10回に初めくらいの時期ここやばい、初めくらいの時期よく俺サングラスしたもん、これなおいでやすしか見てない人、動揺が出ないようにサングラスしたもん、やっぱり結構いることが最近分かったけど、おいでやすしか見てない人って私めっちゃキレキャラやと思ってない、大丈夫、いやおいでやす以外キレキャラや
何でそっちが違うみたいな。OMC を見たらもう多分あのめっちゃキレてはるわ、あんなんかなって思うかもしれん。もうキレるのがもう板についてるやん。似合ってる、すごい似合ってる。だってこの間のツーマンも最初キレるキャラから出てきたけど、演技ジュライだけもうめっちゃ上手かったもんな、最初から練習する前からジュライさんだったからな、あれ。そうジュライさん役だったから。はいはいはい、行きましょうか、次の Q&A ね。はい、Q&A さん、ズバリ教えてください、うん、エルクはトリプルセブンソウルの曲を、トリプルセブンソウルはエルクの曲を、お互いの曲どれが一番好きですか。いや、なんやろな、これフリップ出そう、あのフリップ出そう、フリップ面白いから、ジャンって出そう。俺なんやろな、私決まってんねんこれ、はいはい、私はあるやん、ね、そうだ、私はあんねん、あの曲が一番好き。これはやっぱうちジュライさんのなんとなくわかるわ。嘘だ、うち、なんやろ、いい曲いっぱいあるけど、やべ、めっちゃうまいこと言ってる。俺ちょうだい、ちょっと俺ちょうだい。はい、俺な、あの、ちょっと待って。あ、私のあれかあれやな、あの、これだけでいいや。じゃあどれ撮ってるかわからないか。ない人 CD で聴くんやったら、あれ歌うんやったらあれ。ちょっとセットリスト見せてくれへん。ちょっと待ってや、あってるから名前。今回のじゃなくても別に、何でもやんでもいい。私は聞くなら、何かなって前やったやつ。そうそうそう、聞くなら、どうするじゃ、あれやか、あれサッカー。ああ、わかりました。歌うなら、あれやね、そうそうそう、サッカー。サッカーどういうこと。始まりじゃ、なんかな、ウィニングイレブンっぽいみたいな。私はもう、私2曲出すわ、じゃあ。聞くならと歌うなら、俺ら基本でも結構歌えるよな。ライスさんはあの SFB のメンバーやからね、今日はいないですよ。うるせえわかめぶつけんぞ、あて、いや全然ええけど、どういうこと。ええけど、ぶつけてくれてええけど。痛くないしな。あ、やべ、違う、うちあれもあった。うわ、そんないっぱいあるの嬉しい。じゃあこれはタウルスからちょっと見ようかな。俺は薄くないですかね。俺毎回俺の長くて絶対俺だけ薄いね。俺毎回言ったよ、薄い薄いでけえの顔むすい。ハロー、あー分かる、ハローね、うん、ハローは好き。俺好き。じゃあ次トリプルセブンソウルからレイポンかな。俺はこれっすね、まあ何曲もあるんですけど、うん、あえてまあ今回売るなら、はい、コラボしたこの曲でしょう、なぎさロマンティカ。あー、そうやね、あの大阪ツーマンではね、一緒に歌ってもらった。元々普通に曲としても好きだし、それで歌わせてもらった。始まってそうですね。これこの曲好きっすわ。そうやね、やっていいっすか。ちょ、また歌いたいな、なぎさロマンティカ。夏場にでもぜひ。いや、本当やりたいっすね、うん、じゃあ俺、うん、さあラポテト俺いきます。俺が好きなのは結構まあ最近の歌になるのかな、宝物です。あ、そうなんや。好き好き。いや、これ、これでもあの歌ってた時、ツーマン実際グラッドの時も楽屋で、うん、あのサビでねーって言ったじゃないですか。あそこのメロディーラインめっちゃいいよなって3人で言ってた。そうなん。でも結構あれさ、めっちゃ嬉しいけどめっちゃ恥ずかしい。あの曲行くの結構緊張するやろ。ねーのところ結構ボーンって行かなあかんや。緊張するっていうか、私大体あのエルクやの声で歌うことが多くて、ああいうさ、ちょっと女の子らしいバージョンの声の曲が少ないから、うん、エルクでは、うん、だからあの声で歌ってる時は常に緊張してる。でも俺めっちゃあの曲、あそこがめっちゃ好きやわ。高ちゃん、ほんと宝物好きだよ。宝物好き、好き、ありがとうございます。嬉しいでございます。あ、じゃあ私はね、そう、私はあの聴くならハロー、で、うん、歌うなら DMC かなっていう。ドライブ・そう、ドライブ・クレイジーを、ドライブ・私がメンバーやったらすごい歌ってみたいなと思う。ハロー人気ね、エルクに。誰が呼ぶ。ハローいいよ。ハローの曲の始まり好きやから。いつも言ってるよな。あ、ダンスさんは本当最初からハローの曲の始まりどんなんやっけ。ダーン、俺つけたよな。この人が作曲してるから。忘れたわ、どんなんか。作詞作曲はラップ以外は。じゃあ、あやちゃんは。あやちゃんは渚ロマンティカって書いたんだけど、今東京を付け足した。でもこれ以外はまだある。あ、私が言ったのまだあるんですよ。ずるずる、そんないっぱい言うの。みんなのさ、みんなのさ。じゃあ渚ロマンティカ。でも私もう一曲言うなら、あの好きやね、あの歌、え、ノイズか。ノイズ好き結構。俺はこれ、なんかでかでか、でかない、なんか。あ、でかい。誰やそ、俺やろ。高田さん、高田さんいる。誰よ、結構。なんかちょっとさ、今日の俺らのライブ知ってたぐらいのなんか。そうだ、俺ら今日ライブでベイマックスしかもなんかうまい。
いよな、似てるよな。パーティータイムありがとうございます。え、これちょっと面白い質問やね、これ送ってくれた人ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあアスキーが多いハローいいよな。なんかあのほんまにさ、お客さんが聞いてくれてる感じと俺らこう今日なんていうの、アーティスト同士であんま、うん、アーティスト同士の意見ってあんま聞くことない、何が好きとか言うことないやん。なんか初めてだな。やし、聞かれへんやん。私らの曲で何が好きはみたいな思われてたら嫌やしさ。いや特にみたいな。例えばそのありきで新曲持ってきたみたいなだったら、うん、この曲いいっすねとか。まあそう確かにね。なかなか既存でもともと持ってる曲褒めるって。そうあんまりないよね。合ってたあやが、ね、ジュライは大体これやみたいな感じで言ってたよ。あ DMC だと思った。あ思ってた。あなるほどね。うん、あとそのノイズかな、その3曲が特に好きやなって。うんはい、じゃあ次の質問お願いします。ドン Q&A4、 ツーマンの DVD とか動画は出ませんか？私遠方すぎて行けなかったのでショールーム生放送を見逃したんです。どこなんやろ、どこですか、どこなんやろ、どこですか、めっちゃ聞くやん、どこなのよ。でこの人が質問して見てない可能性もある。ポテちゃんしっかりって言われてんだけど俺なんでどうした俺なんかしたって。しっかり。いやエルクは一応動画ちょっと入れてたんやけど、うん、まあ、DVD にはしないかな。俺動画入ってたけどさ、俺のめっちゃ面白いカメラがセッティングされてた前に、シーダイおじさんって言われるうちらのファンのめっちゃでっかい人がいすぎて真ん中ミラーボール並みにシーダイおじさん映ってる。ドーンって画面の7割がめっちゃ残念なやつや。画面ほぼシーダイおじさんの後頭部っていう。YouTube をアップしようかなとは考えてます。 YouTube あれエルクの撮ったので何曲かちょこちょこ入ってたから、入ってたやつもしあれやとまた見せるわ。え、シーダイおじさんってあれだ。違う、いや C やろ、 C ダイやな。寝台列車だよ。めっちゃおもろいやん、寝台おじさん。何ちょっと待って、あのしょっつひげビーンやってって何。あ、いつものあれな、いつものあれな。いつものあれってどれ。ちょっと待ってそれ、いつものあれって何。普通ひげビーンってこれちゃう、ひげビーンビーンってない、ビーンって。いや、でけへんわ、なんやねんそれ。俺あんま思んないから。ちゃんと言われてねえ、それ。いつものとか言うな、あのお得意のな。まだあります。るんかな。あ、じゃあ次の質問お願いします。 Q&A6、 エルクは大阪のなら777ソウル、岡山、京都、東京ですが、なんかすごい各自皆さん珍しい方言を教えてもらう。誰この人すごくない、なんでこんな知ってるの。東京なんないや、各自って言われたら俺ない、東京ないや。俺ちなみに珍しい方言って何やろ。そうやな、大阪、東京、京都、大阪、岡山、奈良ね。てかさ、京都、大阪とかってさ、まあなんか方言がメジャーすぎて、岡山うちやで、うちやでとか言わんけど。え、何なんていうの、うちやで、うちよ、うちやじゃって。あれ書くの。あ、じゃあなんか自分的に珍しいと思う方言を書こうか。方言、私は関東で一番通じひんかったのがこの方かな。消すやつあります。あ、あります。消すやつあるって言っても俺書けないけど。え、何ある。私は方言はない、方言はないけどさ、あやちゃん、岡山のどこですか。うち岡山市だよ。ちょ、ちょ、俺なら、みんな鹿飼ってるって本当絶対嘘や。都市伝説。え、でも飼ってるよね、ちょっと飼ってるよ。2匹飼ってる。2匹かな。そんなん言うから、奈良の人またそう思われんねんて。それペン借りても、あ、え、マジでないな。ないけど、鹿飼ってる。鹿はでも、あの裏山にマジでないねんけど。まあ、だって京都も大阪と似てるもんな。似てるけど、ないなにしはるとかやな。ないなにしはるとか。で、しかもさ、もう帯ぐらいじゃない、うん、え、ないわ、ないって書いていい。ない、奈良はおとろしがあるやん。おとろしでもさ、この、これをこれ京都関係ない、関西やけどさ、うん、このなうん、これ知ってるよ。関西やんな。嘘を言うやろ。これ関西やんな。言わへんもんな、こっちは、こっちはこっち。そうなん。え、ごめんごめん、こっちが東京。あ、こっちがあれか、俺らのさ。あ、そう、逆に。ていうかな、めっちゃ私これ失礼かもしれへんけど、ずっとツーマンの時から思ったこと一個だけって、ぐんちゃんってさ、せんとくんにめっちゃ似てない。あ、ごめんね、それめっちゃ言われてんねん。あ、それちなみに、ちなみにその俺らのバックダンサーのプレスト、うん、とのグループラインでもあの画像加工して、あ、言われてたんや。あ、そうなんや。俺めっちゃリアルなのちょっと作ってみようかな、今度ルンちゃんで。私こう家帰ってパッと思い出して言ってたよ、家で。ちょっとうっそ、タオちゃん。あ、これ使う、どうぞ。あ、
でしょ。じゃあ確かに行こうかな、せっかくやし。みんなまだ、はい、私は大阪弁でだいたいこっちの人に通じないのが、すいませんすいません、メバチコとイチビル。メバチコ分かる、メバチコ分かる分かる。あ、そっか、メバチコはこれ全然出えへんの。モノもらい、またアイタワさん、モノもらいやんな。モノもらい、モノもらいですね。で、あのイチビルは生きがってるとか、あの張り切ってる、あいつ生きがってんなっていうのを大阪弁やったら、あいついちびってんなみたいな感じ。この2個は私東京の人に通じたことがない、1回で調子に乗ってる感じです。そうそう、生きがって張り切ってるとか。自分でもいちびるはじめ高校1年まで分からへん。嘘、高校1年の時に警察に言われて、お前いちびりすぎやろ、お前タラさん何いちびって乗ってんねん、いちびるって何、いちびるって何、タラさんいちびって乗るもんやろ、いちびってるって何、なんか単位みたいですね。ジュライさんいちびってみて、私いつでもいちびってるで。俺これシャーなあかん、シャーなあかんって言う、シャーなあかん、奈良の句と言う、しやなあかんってことやろ、シャーな、そうそう、 しないといけないなとか、わえとか、わえ、わやと、わやとかじゃん、わえわえ、またね、いいやるなみたいな、いつでもいちびってる。あとどんなんか分からん、ジョニーのあの情熱テープ聞いたら全部分かる。ジョー君はめっちゃ奈良弁。岡山はさめっちゃあるから最後にしよう。いや、で俺は、俺京都はない、京都ないねん、京都ないけど、京都多分メジャーすぎて今パッと出てこへんからさ、字綺麗な、関西と関東でなんかこう言う方が違うなと思ったのが、これかな、東の関東の方は体育座りって言うけど、俺らは向こうは三角座りって言うやん。うん、両方言うな、三角座りって言う。三角座りこっちで通じひんやん。え、そうなん、通じひん、三角座りって言わへんの、通じない、マスキーが、うそ、体育座り、え、通じひんだよ、三角座り。俺ら三角座りはマジで言うてんの、てか多分、え、通じひんの、めっちゃ膝三角なってんのに、うん、あ、この前さ、あ、え、ジュライさんが、ジュライさんのブログに書いてたやつ、何くくるのやつ、なんだっけ、あー、膝三角、あの、ひっつめるやろ、あ、そうそう、それも私分かんなかったよ、うん、あの、大阪の子って髪の毛ひっつめってとか言って、こう一個にキュッてこう、キュッてひっつめることをひっつめるって言うんだけど、ひっつめることにひっつめるっていうのを、ひっつめになってない、関西でも、まあ、それぐらいまとめる、それをまとめるみたいな、そう、ひっつめたらいいんちゃんけみたいな感じで言うねんけど、ひっつめるって、それ関西でも知らんって言われてる、何々しやん、あ、言うな、何々しやん、ひっつめるって言わへん、私だけ、おばあちゃんぐらい、分からなかった、いやいや、ちょっと待って、あれ、レイ行ったっけ、いや、行ってないですよ、俺は、まあ、東京なんでないんで、あの、あやが行ってて、はって思ったのが、多分こう合ってると思うんですけど、何々真っ赤なって、何それ、イカ真っ赤なとか、もう今日おいでやすの撮影いかまっかな、そんなん言うの、いかまっかな、はって思うじゃないですか、何それ、で、はって言ったら、え、わからんのみたいなことを、岡山弁なんそれは、そうだよ、らしい、あ、岡山弁か、俺も東京の、いや、ボケてんの、行かないでおこうかなって言ったよな、いかまっかなって言われたら、もうどっちなんかわからん、わからない、否定なんか、だから例に本気で言われたもん、え、行くの、行かないの、本気で言われたもん、じゃあ、最後に、あやさん、イカのなんか、そう、なんかイカのお土産みたいな、イカまっかなって、うちはこれもう、みんなには結構もう言ったんだけど、ここのみんなにはワヤジャガ、あ、これあれ、なんだっけ、ワヤジャガ、ワヤジャガジャガか、ワヤジャガジャガ、これデモの段階で OMG の一番最後に入って、最後に入って、これは一つの言葉じゃないんだけど、ワヤっていうのがやばいみたいな、やばいねみたいな、やばいジャガ、え、なにそれ、やばいねみたいなのが、え、ワヤっていうんだけど、で、ジャガは普通の語尾、普通のっていうか、なんかその普通が意味わからんけどな、ジャン、ジャンと一緒、それワールドスタンダードみたいな、ああ、ジャン、そう、やばいじゃんみたいな感じ、これはやばいじゃん、もうやばいじゃん、JK はもうワヤジャガー、ワヤジャガー、ワヤジャガーや、てかね、これどう、すごい聞きたかったことがあって、みんなにこれね、ツなんだけど、めっちゃ字、いや、ほんとこれ普通に聞きたいの、なんかこれのさ、これまあ筆で書いてるとすんじゃん、ここのことみんななんて言う、そんなところ読んだことない、読んだことない、あの、はじめツーツーっていうか、筆でこの、こうやる部分、わかるけど、それを止め、止め、止めとか払いとか言うじゃん、払いはしたやん、払いはしたやん、でも止めもしたやろ、止めがため、なんか止めもしたやろ、初めて物語、もうええわそんな、いや、これこの前、友達とね、これが通じないんだよっていうのを聞いて、ていうか、それが、それが、それが何かわかるやん、これね、うちらね、これ、うったてっていう、はぁ、何それ、めっちゃ名前かっこいいやん、なんだよ、岡山、あやちゃん、あやちゃん、誰が教えてくれたの、そんなちゃんとした言葉、うったて、わかんない、だから友達とかなんか急にされてて、あやぴーのうったて、わやじゃが、
あ、そう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 。すげえ。あやの歌ってわやちゃんが。わやへたじゃんがみたいな。わやへたじゃんが。わや汚ねえがみたいな。わや汚ねえが。言葉がすごい強いね。そうなの、汚いの。汚ねえが。はい。そう。まだ多分あるんかな。あと何があるかな、関西弁やったら。出てるやろ。なんかあるかな。まあなんとかやっぱりやつじゃないけど、あのパッチっていうじゃん。パッチ。パッチ。パッチ？え、パッチも全国じゃないの？パッチワークじゃなくて。え、じゃあパッチだろあれ。パッチ。桃引きみたいな。桃引きとかパッチとか。パッチやろ。パッチでもわかるね。パッチはもうスパッツとか言っちゃう感じなんで。パッチ捨ててこ、捨ててこも通じへんの？いや、捨ててこはさすがに通じるの。なんかちょっと違う、夏でも着る感じね。じゃあみんなにとりあえず方言ちょっと考えといてもらって、一回 CM に行ってみたいと思います。ちょっと待っててね。賞金 80% バック入店祝い金高額支給 BS グループ。こういうことあるねんのに。はい。CM 中は全然放送できないな。はい。ということで、はい、次まだあるんか。ああれ違う、新しいの来てるわ。Q&A、ツーマンライブお疲れ様でした。ありがとうございます。終えたばかりで厳しいかもしれないですが、うん、今後こういうライブを してみたいとありますか。またツーマンでのここだけの話はありますか。ツーマンでのここだけの話って何やろう。いや、まあツーマンのかなりさらけ出したよな。いや、これ前もツーマンの最後にも言ったけど、あの実はスタジオ練習って言ってたけど、その実はあの曲の練習よりも演技の練習してたって、うん、演技のね、うん、もうあのそうそう、あの言ってもさ、劇で収録じゃないからタウルスが流す効果音に合わせて動くなかんから、そのタイミングが命でな。そうそう、その結構練習をひたすらやった。あれして、いや劇で力入れてたっていうか、やるからにはそこでグだったら見てる人が面白くなくなるから、最低限のクオリティ、劇をやる人じゃないからかなっていうので、最低限のクオリティは作りたいねっていうので、朝8時から集まった時も劇の練習やったし、まさにここで、そうそうそう、めっちゃ本気でな、本気で。そう、まあ俺それ来てないけどな。そうだね、熱だったかなんかでな。そう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 、劇、まあ、今後やりたい、今後こういうライブをしてみたい。なんかその俺はその劇でミュージカルやろ。その劇でなんかちょっと俺ら新しい、自分ら的にもなんか新しいところを見出せた的なところがあってさ、今日も俺らライブやったんやけど今日のライブではもう MC がもう完璧、なんかちょっともうコント仕立てになって、もうそれをもうね、ちょっと演技をする、寸劇、短い演技をするみたいな。3人で楽屋で合わせてる時、完全にお笑い芸人の舞台裏みたいな。カフェに向かってネタ合わせ、カフェネタ合わせしてる。コントなんか劇なのか、ちょっともう見てる人がどう思ったんかしたいやな、ほんまに。確かに。そうだね。ジュライさん、OL の経験ある？ OL の経験一応あるかな、一瞬だけ。でもなんか、全部の曲の前振りで劇やって入れたいけど。あ、全部ね。ラブラブシーンまだ希望する？ラブラブシーンばっかりやったけどなんか。でもうちらはコントだったよね、なんか。私今回結構あの初めめっちゃ怒って次がめっちゃ落ち込んでて、セリフは少ないけど結構私真面目な役やったから。そうですね、今度ちょっとそういう反対俺コントの方を次はちょやりたいかなと思います。それやったら俺真面目な役できなさそうやな。よくあれ笑わんとやったよな。うん、よく笑わんとやったよ。いや、私アリエ帰って動画見たけど、あの
ダメよダメダメよの下りを笑わんってやってんのはマジですごいと思う。あれ笑えへんからお客さん笑わせるやろ。まあそうそう、まあ自分笑ってしまったら終わりやもんな。やっぱ入り込んだよね、私入り込んだよね。降りてきたよね。降りてきたよね。だって私 OMG NG コメントボアクセル。女優は良かったよ。あかん、負けたらあかんってどういうこと。みたいな感じやな。なんか私 OMG で初めおこって出てきてピッて後ろに履けた後に2人が出てくるんやけど、うん、その時2人がねえパテちゃん私どこ行きたいとか言ってんの、もう後ろで笑いこらえの大変やと思うな。あ俺もあ後ろ向いてる時か、うん、あとスタジオでも、うん、だからよく本人が笑わへんかったなと思って。ジュライさんもう見てられへんとか言ってたもん。もう見てられへん。あれ見たら終わりと思って。最初台本上がってきた時には俺ら別にそんなバカップルな感じじゃなかったもんな、うん、最初の、そうそうそう、最初の感じはなんか俺明日休みやからさ、ちょっと初めはどっちかって言ったら私が書いた脚本のままやったら、あバカップルっていうよりも女の子がちょっとなあのうざい系の女の子で、あの優柔不断で男が湘南って言ったらええー、っていうような話やったんやけど、結果どっちもうざくなる。そうあのバカップル、うん、でもあれがすごい良かった。もうやりすぎた方ができるって思って。それはそうやな、わかるわかる。まあや結構ナチュラルだ。それメッチンが。でもな、なんやかんや言うて、あの俺が一番初め出てくるわけや、うん、あれで滑ったらどうしようと思ったけど、あれで私が言ってたよな、もうあれです、あの滑ったらもうあっちら出んとこなって。マジでもう無理やろ。そんな話だった。一人で OMG やってもらおうっつって。私らはあの OMG 始まってから出ていこうなって言ってたぐらい。もうみんな、みんなあったかくてよかったわ。優しいお客さんだったり。いやもう逆に、あもうでも完全お客さんがもう優しいと信じ込んでから作ったからな。からやったよね。いや確かに確かに。あれだってあの初めての会場で知らん人ばっかりの前でできひんよね。無理。いや無理無理無理。ちょっと心折れるよね。何かで対戦してるかな。今度やってみるのかな。演で次やってみたいライブ。私はミュージカルはやってみたいな。その例えばこの2組でかどうかは知らんけど、一度ぐらいは経験してみたいなと思う、ミュージカルは。確かに。今ね観覧に来てくれてたね、女の子がね終電で帰ったの。ありがとうね。ありがとう。めっちゃ画面に向かって言ってるけど。まあね、俺らは今日話してたけど、あのもっと MC とかにこれ今回のやつを活かして、普段のライブからちょっとねこういう全部を通して MC も全部。1曲目から最後の曲までの全部を通してちょっとな、まあ、ミュージカルまでちょっと言い過ぎかもしれないけど、こういう寸劇も入れてきたり、コントも入れてきたり、ストーリーのあるようなね、なんかずっと飽きひんライブがしていきたいなっていうね。確かに。あとまあ個人的にその楽曲みたいな話だと、うん、まあ前にも言ったんですけど、あのエレクトやるんだったらどうせだったらちょっと俺もあの袴とか着て、和物とかね。ああ和物楽しいよね。でこの6人この5人で和物を歌うって言ったらどんな曲作ればいいんだ。あのみんな歴史上の人物になりきって歌う、それとも、うんうん、あの犬連れて泣いたけ最後だよ最後とやつだよ。新潟今度あるやん4月、うんうんうん、それまた一緒やん。ああそうやな。それとかあの新潟とかも結構歴史の有名な上杉謙信、うん、戦国武将系でいく。じゃあもう戦でやん、乱でやんな。てかもうじゃあ私ら女は何するの、2人は姫様役かセブンストリートのランスまあなんかじゃあもう結局また OMG みたいな OMG 昔バージョンみたいな。OMG 江戸時代バージョン。昔バージョン。そっちは何を言ってるでしょ。あかんねんね。はぁはやっぱ入んねやろ。はぁはぁそうなる。確かにそうなる。苦しむでそうな。原人レベルの昔とか北京源氏だ、それは無理だって。言語何も、ね、みんな俺が言われへん。トリプルセブンソウルの曲はどっから入手できますか。どっから、今配信してるのは iTunes か、僕らがライブでの実際にライブ会場に足運んでくれたらシングル CD とか売ってますね。この OOO は何の歌なのかな。これ多分あれやの、みんなの歌じゃん。おー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 やな、おーおーの感じ見たら明治時代ぐらいはもう死ぬじゃん。おー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 やな、みんな歌ってんのにフローズ。なんか私でもな、明治時代
てあげないの、あの大正ロマン系の歌はやりたいねん。じゃあ大正ロマンティカやります。あの大正ロマンティカアコーディオンの音が入ってるようなさ、あの着物に帽子みたいな、そう、あの戦後間もなくのラジオから流れてくる着物にハットとか男の人がかぶってる時代の俺みたいなやつ絶対いないっす。iTunes で買えるの、うん、エロくも買えるし、トリプルセブンソウルも iTunes 名前探すあるよ。大正ロマンティカ、大正ロマンティカ確かに。いやごめんなさい、これお菓子さんに申し訳ないですよ。何が Q&A？ 質問、うん、あ、Q&A、 え、まだある？まだあったっけ？これで終わりちゃった。じゃあもう一回 CM 行こうか。うん、うん、じゃあちょっとラストの CM 挟みたいと思います。ありがとうございます。待っててね。30日、大阪ルイド。あ、ルイドなんや。そうですね、うん、どこなん。大阪のルイド入ったからね。新しくできてたからな。あの商店街の中やな。そう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 、めっちゃ良くなった。あの下降りるとこやんな。めっちゃ綺麗よ。そう、あの上ピザ屋のとこやんな。あ、そうそうそう、2月も大阪行くし、2月28日もあのマクドがあってさ、あ、そう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 、あー、あそこか、三角公園の、た、あの、サム2のさ、あ、近くのマクドあるやん。そのマクドセイキーズのとこ。そう、そのセイキーズの下やね。あ、そうなんや。そう、あそこにあんねや。そうそうそう、20、あとは31やな。あとは私たち2月14のバレンタインも、うん、トリプルセブンソウルの主催イベントのミックスジュース。あれよ、プラス2月28日はまた大阪ファンデートワイスっていう場所は、これ2マン大阪でやった場所です。そうだね、俺らちょっと今回ゲスト出演ということで呼ばれてますよね。トワイスいいよな、ライトがいいね。いいですね。でもルイドもめっちゃ照明綺麗やな。ルイド行ったことない。めっちゃ綺麗。俺も2月28イベントやな。で2月の21、22は新潟県に行きます。新潟県の雪まつりで、3ステージ。楽しみだな。3ステージ全部で20分ライブ、30分ライブ。雪まつりって新潟にもあるんだよな。新潟が発祥の地らしいから、ね。あ、そうなんや。北海道だけじゃと思った。そうなんや。俺ら以外に中村正俊さんやったっけ。誰やったっけ。中村正俊さんと、あとハジーさん。ハジーさんって誰や。ハジーさんって誰。ハジーさんの歌何がある。歌あるよ、ハジーです、防戦ピンだ。めっちゃ今多分めっちゃ売れてんじゃん。へー、すごいよな、全国でめちゃくちゃすごいよな。J-POP シーンで新潟。そうやな、雪すごいやん。どうやって行くの。新幹線。まあ、キックボードかな。キックボードって職さんに電動チャリ借りて。ほんまにそれで行ってほしいわけ。キボードそこにあんで。ハジーさんはあのあれね、カタカナでハジーに横語のハジーさん、うん、ソリーで行くもんなって言ってるから。あ、ソリーでとかもいるからね。ソリー頑張ってね、レイさんって言われてんで。ありがとうございます。ありがとうございます。違うか、それちゃんとツイキャスで言ってやこう。ありがとうございます。携帯の電池が心配っす。でも雪まつり自体はなんか1万5000人ぐらい来るみたいな。へ、そんな楽しそう。いいや、雪まつり楽しみ。いろいろと、うん、楽しい内容になると思うので、うん、まあね、俺らもそう当日まで秘めてる。でも結構ロングステージよな。そうだね。あ、そうな、何分ぐらい。20分、30分、45分の3ステージ。あ、全部違うの。そうなんですよ。3回もあるんや。20分ステージ、30分ステージ、45分ステージ。しかもちゃんと雪祭りのなんていうんですか、
広告にも、うん、いいよいいよ。でもなんかそういう祭り系って結構そういう南海公演みたいなのあるよ、ね、そうですね。エリックはね結構ね2月中結構いろいろなんか動画とかの制作とかもいろいろしようかなと思ってて、うん、エリック昔奈良であのそうそう行きますみたいな、そういうお祭り出てあの前うちらが歌う前が戦隊ものの人たちあって、うん、へえそうなん、もう出て行ったら子供ばっかりで、そういらんでめっちゃ気まずかった思い出があるよね。子供らめっちゃ教育悪いやつだからね、おいらんとかは。いや親御さん申し訳ないみたいな気分になりながら歌ってたから旦那ー言うて、そうめっちゃ覚えてる。全くわからんやろなその子供たち。あエルクストリートは告知というよりもあのそれこそ2面ライブで公開した東京の、うんミュージックビデオがもうすぐ YouTube に配信になったり、うん2月は、はい、あ、よかった、あ、ほんと？うん、嬉しいな。2月はあのあれ、今回、ね、年賀状企画で、皆さんに CD をプレゼントしたあの曲を2月は配信しようかな。あの曲ね、はい、あの曲か思ってます。例の曲、例のさっきめっちゃ盛り上げてくれるやん。なんかそんな盛り上げられてない。あ、レイのじゃないで。あ、俺のじゃないです。俺のじゃないです。レイさん言われてるけど。俺自分のことレイって言わないです。あの曲言っちゃうよ。そういうことか。あ、でもさ、昔ジュライさーとかって言ったけど、いつの間にか名前で自分のこと言わなくなってる。で、女の子でも多いよな。あやとか二文字とかやったら結構言ってる子多いよな。多い、結構多い。でもあやはしーわしーだもん。わしーでもうちちっちゃいから自分のことあやかお姉ちゃんって言ってたんだ。かわいい。ジュライさん本名。あ、妹がいるからな。そうそうそう、私本名はね。ちょっと今のそのジュライさんからのかわいい待ちをした感じがすげえムカついてる。なんでな。めっちゃかわいいあやかお姉さん。ジュライさん優しいから言ってくれるなってのは分かってる。ジュライさん頑張ってかわいいとこ引っ張り出したんだよ。歴史を保って。かわいい。ちょっと申し上げた。自分のジュロイさん、関西弁抜けへん。ジュロイさんいや、抜けへんっていうか、あのエルクシェルメンバーで暮らしてるからさ、無理やん。家で大阪弁やから抜けへんよね、やっぱ。ちなみにうちも岡山弁だよ、普段は。ワヤピー結構岡山弁よな。めっちゃ岡山弁、うん、敬語だとあんまり出ない。敬語ってないもんな、基本なんかあの表、うん、いや、でも関西弁は敬語でも出るよ。なんとかやないですか。いやいやいや、バカしすぎやろ、お前。下手だよ。バカにしすぎやろ。バカにしてないよ。なんとかやないですか。完全にディスだ。あの、下手くそな連ドラの大阪弁みたいなのが。ディスだった。ほんまの、めっちゃおかしなことで関西ディスってた。ディスってないよ。でも、あの、わかる、大阪弁ならではの敬語ってあるやん。敬語ある。あの、そうそう、それがないの。なんとかしはるとかよ。いや、ちゃ言うてましたやんとか。そう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 。何々って。友達みたいやもん。そう、言うてましたやんかーみたいな。敷居は低い。だってうちだったら、言っとったがーって言うけど、それはタメ口だから。うん、それ言ってたじゃんになるから。じゃあ、それを先輩と喋るときはどうするの？そう、言ってたじゃないですか。あ、そこはもう標準語になるよな。だからそういう風になくなっちゃうの。言ってたじゃないですか、ジャガーには何だよ。見て。いや、ないないない。ジャガーはつかないと全然つかない結構。そうか、岡山は口悪いイメージ。岡山と広島は一緒、ほぼほぼ一緒だと思います。何が違うかよくわかんない自分でも。見たのがあるからね。ジャガーすごいじゃん。ジャガー岡山口悪いイメージ。でもそう、なんか口悪い、まあ、大阪弁の方が汚いイメージやわ。でも広島とかに比べたらまだあれじゃない。あ、でも大阪はな、どうやろうな。大阪でもさ、あの堺の方の岸和田の方とかめっちゃ汚くない？選手の方とか。何話弁みたいなやつやんな。なんか、あやちゃん口悪い。あやちゃん口悪くないよ。岡山弁なだけ。めっちゃ納得する。そうだよ。私口悪いから。俺はもう関西弁なだけ。うんうん。俺はちょっとお上品やからな、俺関西で。そうだね。京都の人いつもそうやって言うねん。そんな変われへんのにひどいな。え、でも全然違うやろ、大阪と京都の喋り方って。違うかな。全然違う。だって俺大阪行ったら大阪の人じゃないやろってめっちゃ言われんもん。へえ。ほんま。でも倖田來未さんとかめっちゃ京都やけどめっちゃ大阪弁じゃない。確かに。どうしても兵庫っぽいよ。なんか兵庫のイメージが。へー。京都はそうだ。俺全然わかんない俺っていう、そのネイティブな感覚。超ネイティブ。大阪の人にはすげえ言われる。俺にはわかんないな。はんなりやって。私はんなりっていうあのラッシュから出てるあの風呂に入れるやつ大好きやねん。めっちゃいいで、めっちゃ潤うねん体。知ってんだよ、ちょっと京都は単純にプライドがない。タカちゃんにいじられてるよ。でもそういうのはあると思う。京都は陰湿だろうとか、みんな京都に何があるの。だから京都な、何だっけ、あの俺それ前見たんやけど、うん、京都なんかさ、隣の人のピアノがめっちゃうるさかったりするやん、うん、あの家でピアノがめっちゃうるさかったら、うんうんうん、
京都の人はだからピアノうるさいですよって言わへんねんって、あのなんていうの、うるさいですねって苦情を言うんじゃなくて、なんかピアノ上手くなりはりましたねみたいな、子供が、あめっちゃいい、怖い、ピアノ上手になりはりましたねっていうことをご近所さんに言われたら、聞こえてますからっていう意味ってことやな、言われたらそれは褒められてるんじゃなくて、実はうるさいですよって、うるさいですよって苦情らしいねんか。なんか感覚で言うと、その仕事遅い人に仕事遅いぞって言わないで、あの仕事が丁寧ですねみたいな、そういう感じめっちゃ性格悪いやん。私気づかへんわ多分。ありがとうございます。じゃあ何やそうなんですよ、元スピーカーでじゃあ行ってまおう、もうちょっとボリューム上げちゃうらしいよ。大阪の人インターホンビモビモちょっとうるさいよ、うるさいでしょ、ビモビモビモってやっちゃう、また関西人押しすぎっすけど、俺らとは言わんけど、だって相手出てないのにもううるさいですよって言ってますから、ビモ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 ボタン取れんじゃねえか、何ブブつけって、ブブつけ食べはります、いやいや京都、いやいや奈良も嫌やけど京都は嫌や、何これ勝手、今の流れで京都ブディスられんのは分かるけど、なんで奈良行きたいかって、でも、でもこんだけ嫌やってことは関西弁やから、この人は大阪か、あの兵庫の人ってことやね、奈良かわいそうって言われてる、お前奈良はお前歴史どんだけあるの、お前や奈良と京都はあれやね、両方歴史あるから奈良と京都も、ブブ漬けっていうのはどこの言葉なのか、ブブ漬けってなんか俺聞いたことある、ブブ漬けってな、ブブ漬けって京都やろ、寂しい県なのか、あいつら最後にちゃんと近づけんじゃない、どういうことは寂しい、え、ブブ漬けって何ですか、ブブ漬けって何、あなるほど、千枚漬けしか分からない、千枚漬けって京都の名物やん、名物名物、ただお漬物なんかな、京都めっちゃあんねんやけど、京都好きだけどプライドはとか、そうなの、俺はよく分からない、そんなイメージ、ブブ漬けって結局何だった、ブブ漬けの話知らん、帰れって意味だし、意味としてはね、ただどこの言葉なのか、え、もう1分前やって、怖い、まあはい、全然意味わかんない話で終わる、大仏めっちゃうまいやん、時計これ違う、ちょっつまいな、1分前だって1分前に完成するって早いな、早いめっちゃ早い、でもなんか普通になんかもっとやりたいっす、やりたい、なんかやろう、うん、次ミュージカルやな、この次はもう歌わずに、マジで演技だけで完璧のエンタルでもめっちゃむずい、めっちゃ難しい、いや無理無理、劇だけ2時間は私出へん、もう出へん、いやいやもうそんな、いや脚本劇団七道ですね、私もう座長はもうショットさんなんで、うん、そやな、俺座長なんや、俺照明、俺照明、照明出へん、うち脚本で今、じゃあもうみんな出へん、絶対ルキないやん、でも楽しかったよね、10分前になりました、うん、じゃあ皆さん今週もありがとうございます、来週の水曜日10時もいるからおいでやんす、ぜひぜひ見てね、はい、今日もありがとう、2月、2回目は100回記念やから、はい、2時間後